試合お疲れ様でした、勝利おめでとうございます、まず、自分のジムとリングネームを教えてください。ボンボンフィリディ所属の高田亮です。亮です。今日の試合の感想をお願いします。練習したことが出せなくて本当自分の実力不足だなと、改めて痛感しました。また練習して次はもっと強くなった姿を試合に見せたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。会長の櫻井会長から見て、はい、どのような選手か教えてもらってもいいですか。そうですね、まあ、伸びがあって、まあ、気持ちが強くて、いけるところでいける選手なので、まあ、ちょっと今日はそれがあんまり出せずに空回りしちゃったところがあるんですけど、まあ、勝ってね、こうやって泣いて悔しがってるってことはまた次のステップに行けるかなと思います。はい、じゃあ今後どのような選手になっていきたいですかね。本当、まだまだ本当チャンピオンとかのレベルの実力がないんで、もっと練習してまずは日本チャンピオンになれるように、そこから本当毎日毎日本当今まで以上の練習をしないと出せないと思うので、今まで以上の練習をしてとりあえずチャンピオンを目指して頑張りたいと思います。会長みたいな選手になっちゃうと思います。はい、じゃあ最後にファンの皆様に一言よろしくお願いします。本当今日はすみませんでした。また一から頑張りたいと思いますので、またこれからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。